これより新型コロナウイルス感染症対策に関する臨時会見を開催させていただきます。お時間14時45分までとさせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。初めに知事からお話をさせていただきます。はい、私からお話をさせていただきます。新型コロナウイルス感染症についてでございます。報道等でもすでに皆さんご承知の通りと思いますけれども、2月27日明日から3月の4日までの7日間、全道の小中学校について休校とするということについて、各市町村の教育委員会、そして各市町村に対し要請をさせていただくことといたしました。この判断についてさまざまなご意見があるというふうに思いますけれども、ある意味で前例のない事態でありまして、また国についてもその答えを見出すことができない、そういった状況であろうというふうに思います。まさにその答えというものは皆さんと共に作っていく、北海道のその取り組みというのを作っていかなければならない、そういう状況の中でこの7日間休校という前例のない判断でございますけれども、皆さんのご理解ご協力をいただきまして、そのような対応とさせていただきたいというふうに思います。その背景について少し皆さんにお話をしたいというふうに思います。まずはですね、道内におきまして児童生徒教員などにおいて感染者の方がご確認をされたという状況がございます。そのことに伴いまして、多くの保護者のみならず道民の皆様方から不安の声が寄せられてきているところでございます。そういった状況を踏まえまして、まずは学校各市町村に多く存在するわけでございますけれども、その教育に携わっております教員の皆様をはじめとする方々のそういった健康の状況の徹底した把握、そして一定期間子どもたちに児童生徒については休校という扱いをさせていただくという状況がこの必要だろうという判断でございます。特にですね、この1、2週間が国も言ってますけれども、非常に大切な期間であるということを言ってます。私もこの 1,2 週間がまさに勝負であるというふうに思っています。感染拡大防止にあって極めて重要な期間だと思っています。なぜ1週間だという話もあると思います。それは一つはですね、この 1,2 週間の中でやるべきことはすべてやるというのが私の方針でございまして、その中で、じゃあ2週間やればいいじゃないという声もあるかもしれませんが、1週間、というのがですね、保護者の方々にもご負担をおかけします。そういう状況の中で1つ1週間というのが受け入れにあってですね、保護者の方々にもご協力いただけるというところの1つの、単位ではないかというふうに考えました。この点について言えば教育委員会、そして国立感染研究所の専門家の方などからもですね、ご助言をいただきながら、最終的には北海道の知事である私がこの7日間というのを一つ決めとして決定したということですので、この点については何か別に前例があるわけではないですから、決めの世界というふうに思いますので、そのように対応させていただきたいということでございます。しかしながらその間において状況の変化もあるかもしれません。これは なければない方が絶対いいんですが、また学校などの教育現場における感染状況の確認などがですね、判明をしたりだとか、これも状況を確実に見通せるという状況ではないわけでありますけれども、そういった状況変化については当然のことながら適切に対応していくということであります。またですね、じゃあこの期間中じゃあ何をするんだという話ですが、子どもたちは当然のことながらですね、そういった多くの人々がいるようなところに行かれますと、そういったリスクが高くなりますので、基本的には不要不急の外出を控えていただくとともに、
今ですね、北海道の中でその新型コロナウイルスに関する、正しい理解がない、状況の中で、まあ、一部ですね、不適切なそういった発言、例えばどこどこの地域に住んでいるお子さんだというだけで、残念な言葉をかけられたと思います。まあ、そういうような状況もあるわけであります。この点についてはやはり新型コロナウイルスに対するそういった理解、これはお子さん、児童生徒ももちろん保護者の方々にもやはりしっかり持っていただかなければならないというふうに思いますので、こういった正しい知識を学ぶということについても合わせて行いたいというふうに思っています。また予定通り3月の4日までの休校措置が終わって、3月の5日が学校再開ということになった場合については、その日を感染症予防の日というふうにいたしまして、児童生徒最初の登校に合わせまして、必要な授業ですとか感染症に対する正しい理解、そして、そういった偏見などにつながらないようなですね、形での、そういった正しい知識の習得などについて、全土一斉のそういった実施を行いたいというふうに思っています。これはですね、本当に道民運動です。北海道全体で道民一人一人がこの極めて、厳しい局面の中でいかにして力を合わせてこの厳しい、状況を乗り越え、いち早く、この状況を、脱するのかということが問われていると思います。当然私は知事として、また道庁、市町村、行政、庁一丸となってですね、取り組みを進めますけれども、何といっても道民の皆様お一人お一人のお力添えがどうしても必要でございます。ですから道民の皆様には引き続きですね、どうか力を貸していただきたいというふうに思います。今回の児童生徒の対応にあってはですね、朝晩のですね、体温測定につきまして急のご案内にもかかわらず多くの保護者の皆様にご協力ご理解をいただいていることもこの場を介して心から感謝を申し上げたいというふうに思います。そしてこの休校措置に伴いまして、やはり保護者の皆さんのご負担がやはり増えるということがございます。この点についてはやはりそういった企業などに対しましても、そういった対応がご家庭において取れるような体制に対する理解についてしっかりと要請お願いをしていきたいというふうにも思っています。また今回の会見にあたりまして、先ほど萩生田文部科学大臣に対して私から電話を申し上げました。そしてまずは今回1週間臨時休校ということで、まあ、国の方はですね、部分的な地域に対する休校の検討ということでございましたけれども、全土の休校ということでございまして、国の示している内容以上に踏み込んだ形での今回対応になりますので、まあ、そのことに対する理解をいただきたいということ、そして先ほど申し上げました、子どもたちが正しい新型コロナウイルスに対する理解をしないことにはですね、そういった偏見などが生じかねない。これは北海道だけのことじゃないんです。ですからこれは国として、文部科学省としてしっかり学校教育の中においてもやるべきことだと私は思います。ですからその点について政府内の会議の場でも大臣からぜひそのお話を挙げていただきたいということについてお話を申し上げました。また先ほど申し上げた保護者の方に対する負担、こういうことについてもですね、我々国が動こうがどうだろうがやります。ただ国としてもこれやってもらわなきゃいけないことございますので、文部科学省の方からそういったですね、経済団体といいますか、そういうところに対しても、ご協力について、お願いをしてほしいということについてもお願いしました。まあ、ちょっと時間がなかった関係や国会対応なども大臣もございましたので、
言い尽くせない部分などもございましたから、これは文書で早急にまとめて文部科学省に対して要望ということで挙げたいというふうに思っています。いずれにいたしましても、やるべきことをすべてやるという基本的なその価値観を皆さんと共有をさせていただきまして、前例のないことでございますので、そういった意味ではやりすぎではないか言われるご批判もあるかもしれません。しかしながらそこは政治判断というのは結果が全てでございますから、その結果責任というのは知事が負うわけですから、そこはしっかり私自身が負うということで、ご理解ご協力をぜひいただきたいというふうに思っております。私からは以上です。それでは時間までご質問を受けいたします。発言者の署名とお名前をお願いいたします。読売新聞の井上と申します。先ほど経済団体の方にも要請をしたいとのことでしたが、具体的に、どの経済団体、主要な4団体があるかと思いますか。どのような形でいつの段階でどういった要請をされるのか教えてください。できるだけ早く要請をしたいと思っています。でその中身についてはですね、今の時点においても体調不良などを訴えられて、例えば37度5分以上のそういった熱がある場合についてですね、企業側はその従業員の方に対して自粛というか、お休みくださいということも企業の中でやってます。でその取り扱いの中においてもですね、一つ今回子どもたちが休校になりますから、特に低学年のこの後はですね、保護者の方が一緒にいるっていうことがやはり必要な状況もあると思いますので、そういったことについて会社としてご協力をお願いしたいということを、呼びかけていくことになろうというふうに思います。どうしても皆さんそれぞれ働かれている中で、会社に対して、なかなかその話しにくい、伝えにくいという環境もあるというふうに思いますので、そこは広く団体や企業の皆さんにもこういうとにかくこの 1、2週間というのはやるべきことを全てやるという中でこういったをするので、ご協力をいただくことが引いていえば早期の北海道経済の、回復もそうですし、感染拡大防止にですね、つながるものですから、そういったことをしっかりお願いをするとこういうことになるというふうに思います。具体的に要請先は知事が、ある種団体に対して、要請をされる。そうですね、そういった形で団体からまたお伝えをいただくというのが一番しっかり伝わっていくんではないかなとは思います。また今回の会見もそうですし、SNS とかもそうですし、とにかく決定から実行まで時間ないんで、あらゆる媒体でお伝えするということについてはやっていきたいと思います。理由付けとしてはその休校で、お休みされるお子さんを考慮したするために、その企業にもその要請をされるという理解です。そうですね、はい。あと3月5日のこの、感染症、ごめんなさい、感染症予防の日、過小ですよね。はい、はい、過小。こちら、全土一斉の登校日になるかと思うんですけども、どういった取り組みをするか、再度教えて。先ほど申し上げたように、休校中もですね、やはり保護者の方や、その児童生徒に対して、その新型コロナウイルスってそもそも何だってこともそうですし、なんでこれ家に私はいるんだろうっていうことですね、ちゃんと理解してもらわないと、じゃあちょっと外出しようかなとかですね、そういうことになってしまいますので、そういったことはやはりしっかりお伝えをしなきゃいけないと思ってます。ただ、それとは別にやはり事業として今回学校などでそういった要請反応が出ている中で、学校の事業としてやはりしっかり新型コロナウイルスに対するそういった正しい知識っていうものを身につけていただく。私はこれ思うんですが、子どもが結構学校で学習してきたことって家に帰って家族で話をしますよね。で我々もそういう意味では子どもたちのそういう話っていうのかな、ある意味では
すごいストレートでこうしっかり聞けるところもあると思うんですが、やはり今回そういった学校関連でそういう陽性の方が出たっていうことはある意味では契機として広く道民が正しい知識を得て、しっかりとその、ある意味ではそういった偏見などにつながるような部分も残念ながら出てきているところも含めてしっかりと、認識をしていこうという機会にしたいと思いますの でそういった内容についても先生方がしっかりそれぞれの学校などに応じてですね考える時間も必要なんです。ですから休校の期間中にそういった授業においてどうやってやれば一番最も伝わるかなということも誰もやったことないわけですから、どこの地域もだからそこをしっかり各学校で考えていただく期間もその休校期間中にですね先生たちにも考えていただくという機会にもなるというふうに思います。休みの期間中先生たちの中である種カリキュラムを組んでもらってでその、休みの期間中子どもたちには、そういう理解を深める時間にもなるかと思うんですけどもその辺は子どもたち向けには何を考えているで今申し上げたように、はい、なんでお休みになっているのかとか新型コロナウイルスに関する基本的なお話っていうのは保護者の方や、児童生徒も、分からないと適切な行動が休校中できませんから、そこについてはしっかり当然お伝えをします。で、登校されてきた時の授業としてのその中身を詰める作業、大体講師みたいなのは今同教員の方で作ってるんですけどやっぱり学校ごとに特色もありますしどうやれば最も伝わるのか、また学年ごとにやっぱり伝え方って違うと思うんですよ。だからそういうところも含めて考えていきたいと思ってます。大場所のカリキュラムが用意されているということでこのようなパターンがあるんじゃないでしょうかっていうのは今作ってます。わかりました。時間の都合であと1問とさせていただきます。1問ではならないんですか。全島一斉校は要請するということですけれども札幌市の対応はどのように聞いていらっしゃいますか。現時点で札幌市の方向性については決まってないというふうに聞いております。私自身ですね、対策本部の中で同教員に対して休校を検討してほしいということを要請し、同教員としてそれを受けた形で、決定いただきました。でこの後の取り扱いについては各教育庁をはじめとする教育委員会そして各市町村において、判断をしていくという形になりますので、ぜひ私といたしましてはこのようなまさに今週とですね、来週がですね、勝負という状況の中で、この決断に至ったことも踏まえて、どうかご協力を、多くの地域にいただきたいというふうに思っています。札幌市については知事が特段その直接お願いしたりとか電話とかありましたか。今ですね、札幌の市長にもご連絡申し上げるということで あるんですが、今議会中なのでして、直接議会に入ってしまって連絡が取れないという状況でございますので、しっかりまた引き続きですね、その検討中ということでございますから、どういう状況を答えとして出されるかというのはありますが、私としてはなんとか難しい判断かもしれませんが、ご理解とご協力をいただきたいというふうに思います。道内の感染者が増えるにつれ、知事の発信しているツイッターにも、休校にしてほしいという声が日に日に多くなってたと思うんですけども、それも今回の決断の後押しになりましたか。あらゆる状況を考えながらですね、判断をしております。当然それは道民の皆様からの声というのも大切にしなければならないわけでありまして、今回の件は先ほどから申し上げている通り前例がないわけですね。前回こうだったらこうするっていうことがないで、役所っていうのはそういう判断が非常に弱いところなんですね。そんな中でやはり首長がですねその方向性を示した上で最も適切な形にですね協議をしながら決定していくという観点からすればですね、さまざまなご意見あると思いますけれども、私はこのような決定をさせていただいたということです。そういう聞いているのはツイッターとかで休んでくださいというのは後押しになりましたかって伺っているんですけど、やっぱりなりましたか。
はい、それも一つの当然さまざまな声が寄せられています。相談センターだったですね、いろんなところにもさまざまな声が寄せられていますので、当然そういう一つ一つの声をしっかり受け止めるということが大事だと思います。最後一つなんですけども、今回1週間ということですけども、まあ、高校受験とかいろんなことがありまして、本当は事実としては2週間完全に通りじゃないけどやりたかったって気持ちはありますか？まあ、高校受験なども控えている中学生がおりますので、補習対応などについては行いたいというふうに思っています。まあ、確かにですね、ここの 1,2 週間が勝負という状況の中で考えると、2週間という考えもあるのかなというふうには思いますけれども、保護者の皆さんに対する負担やさまざまなことを総合的にですね判断をした中で1週間というふうにさせていただきました。まあ、冒頭申し上げたように、その前提条件が大きく変わるような事態があればですね、その点についてはやはりしっかり機動的にまた判断をしていくというふうに考えています。途中で大変恐縮でございますけれども、ただいまメモ入れというか意向がございまして、新型コロナウイルスに関連した感染症患者の方、3名が発生をしたという中で、その中にですね、昨日、2月25日、でございますけれども、まあ、お亡くなりになられるという方がおいでになられるということでございます。函館にお住まいの高齢者の方でございます。まあ、謹んで、お悔やみを申し上げたいというふうに思います。今入ってきた情報については、その範囲でございますけれども、この後詳細について、函館市より、公表とされるという予定ということでございます。まあ、いずれにいたしましても、どうといたしましてはなお一層感染拡大の防止に全力を尽くしてまいりたいと思っております。はい、繰り返しますね。本日新型コロナウイルスに関連した感染症患者が3名発生をし、その中に昨日2月25日にお亡くなりになられた方が入っておられたということでございます。3名が発生をして、その中にお亡くなりになられた方が含まれる。亡くなられた後に検査したら新型コロナウイルスに感染したってことなんか、ちゃんと発表してほしいんですよ。この後体育をまとめてプラムに配布させていただきます。知事に失礼じゃない、こういうの市長の担当を記者会見です。まあ、今入ってきた情報の中でしか申し上げられないので大変申し訳ないんですが、まあ、今の状況を整理しますと、お亡くなりになられたのが2月25日ですので、そのお亡くなりになられた後に検査をされたということですね。お亡くなりになられた後に検査をされて、陽性ということとで、函館にお住まいの方で高齢者の方ということであります。大変申し訳ございませんけれども、詳細について函館市より公表される予定ということでございます。続きます。それにお時間となりましたので、以上で本日の会見を終了させていただきます。ありがとうございました。よろしくお願いします。